ジャガー、リチャーズジャガー、リチャーズが作詞作曲に深く関与するようなケースでもこのクレジットで通してしまうことがある。形態としてはビートルズの作品群におけるレノン・マッカートニーのクレジットとほぼ同様のスタイルと言える。ストーンズとしてデビューしてから1978年頃まではリチャーズがキース・リチャードという芸名の名字を使っていたため表記はジャガー・リチャードだったが それ以降は、ジャガー・リチャーズとなっている。ストーンズにおいては、基本的にボーカリストであるジャガーが作詞、ギタリストであるリチャーズが作曲をそれぞれ担当していると言われているが、これについてミックは1995年に、昔だったらそうだったかもしれないが、今は全然違うと否定している。リチャーズは、俺たちの典型的な作曲方法の例として、ワイルド・ホースを挙げている。 この曲ではリチャーズが曲全体のコード進行とコーラス部の歌詞とメロディを書き、ジャガーがバース部の歌詞とメロディを作ったという。彼らの代表曲となったサティスファクションも同じような方法で書かれたものである。またリチャーズは2002年のインタビューでメインストリートのならず者の頃までは俺とミックがテープレコーダーを抱えて向き合って作ってたけど、 それ以降は、お互い別々のところに住むようになったから、顔を合わせた時に互いに持ってるアイデアを付き合わせるようにしてると語っている。このコンビの後に、別の人物がクレジットされる事例がいくつかあり、その事例として、アズ・ティアーズ、ゴーバイにおけるアンドリュー・ルーグ・オールダムや、シスター・モーフィンにおけるマリアンヌ・フェイスフルがあるほか、アルバム、アンダーカバー、 ダーティワークなどに収録された一部楽曲にロンウッドやサポートメンバーのチャック・リーベルの名前が合わせて付与されるケースも見られる。また、大変珍しいケースだが、Anybody s イ・ベ My Baby? にカナダの歌手、K.D. ラングとベンミンクの名が追記されている。これは、Anybody のメロディがラングの曲、コンスタント・クレビングに似ていることに気づいたジャガーが訴訟を恐れて、 本人の許可を得た上で作者クレジットに加えたものである。ストーンズにおいてはクレジットにある作者が実際とは必ずしも一致しないことがある。ビル・ワイマンは辞書ストーンアローンでいくつかの曲はその成り立ちからしてミックとキースの名だけがクレジットされるのは不公平だと思うものがある。ブライアンや俺が考えたリフや提案がそのまま採用され、 曲の重要な部分になることもあったと主張しており、さらに同書でバンドの代表曲であるジャンピン・ジャック・フラッシュの元となったリフは自分が考えたと暴露している。なお、ワイマンはイン・アナザー・ランドとダウンタウン・スージーの2曲で単独に作者としてクレジットされている。また、1969年から1974年までバンドに所属していたミック・テイラーは、 ムーンライトマイルやタイムウェイツ・フォーノー・ワンなど他にも作曲に関与した作品があるにもかかわらずベンチレーター・ブルースの一曲のみクレジットを付与されるに止まりこのことが彼のストーンズだったの演員の一つとされるジャガーとリチャーズ双方のソロ活動においてリリースされた楽曲についてはストーンズで発表された曲をソロで演奏している事例以外は 原則それぞれ単独名義でのクレジットがほとんどだが、ジャガーのファーストソロアルバム、シーズ・ザ・ボスの1曲目に収録された、ロンリー・アット・ザ・トップについては、1979年にストーンズで録音した楽曲を利用していることから、本項目のクレジットがついている。バンドが、レコードデビューした1963年から1965年の間に作られたオリジナル曲の中の一部で、 なんかフェルジというクレジットが使われることがあった。これは、ストーンズのメンバー全員や、レコードデビュー時に、正規メンバーから外されたアン・スチュワート、マネージャー兼プロデューサーであったアンドリュー・オール・ダムも含めた全員で著作権をシェアする目的で付けられたクレジットで、ストーンドルクオンジ、ブライアン・ジョーンズの提案により始められたものだった。 ナンカーはジョーンズがよく言っていた変顔のことを指し、フェルジとは、ジャガー、リチャーズ、ジョーンズが、レコードデビュー前に共同生活をしていた時期に、同じアパートに住んでいた、共通の知人、ジミー・フェルジという人物に由来している。ありがとうございます。